はい、おはようございます。カンパパです。この場所はですね、天城山の登山口の駐車場です。ちょうどゴルフコースの横にありますということでございまして、今日は天城山を登ります。はい、今回のコースですが、天城山を、ね、代表する周回コースを歩きます。ハイカー専用駐車場の入り口が登山口となってます。スタート直後はまず下ります。そしてね、バンジローだけ向かいます。ここから先はね、天城の稜線歩きになります。花立を過ぎて少し登り返すと最高峰のバンザブローだけ、戻りはですね、尺投げコースへ下ります。やがて2時間も歩くと四つ寺へ戻ります。四つ寺からは駐車場はもうすぐそこです。1周約9キロ、歩き応えのあるコース、行ってみましょう。はい、こちらのね、駐車場はそうですね、だいたい7、80台乗用車だったら置けるかな。かなり広いですね。駐車場の東側にあるトイレは、まあ、ご覧の通り、まあ、男女別に分かれてまして、もちろん水洗です。ただね、まあ、外観からも分かる通り、まあ、外も中もね、非常にあの昭和感を残した、雰囲気のあるトイレでした。今日ね、天気予報的には、まあ、降水確率40ぐらいなんですよ。まあ、天城だから、まあ、曇ってて普通だよなんていう方もいらっしゃいますけど、まあ、なんだかね、そんな中でも山登りを楽しんでいきたいと思います。では行ってみましょう。ここでいいんだね。あ、ここでいいんだ。はい。天城縦走路入り口。はい、ここから入ってきます。まずはね、目指すのは、バンジロー岳。はい、じゃあまずそこまで行きましょう。わお。はい、天城縦走路入ってきます。最初は下るんだな、これ。外はね、まあ、さっき言ったように晴れたり曇ったりのちょっといい加減な天気なんですが、これ林の中入っちゃうと、まあ、雨落ちてこないんでいいですね、これでもこれ石畳ちょっと怖いな。お、ここが四つ寺ってとこかな。四つ寺って感じですね。あ、そうだね。はい、ここで左側行くとこっちですね、バンジロー岳、バンザブロー岳、バンザブロー岳が、天城の最高峰だっていうんで、2時間ちょっとかかるそうです。で、こっち側はですね、そうだね、こっちからも行けるんだね。いわゆるあのぐるっと周回コースになってるんで、だから一応今日の予定はここからぐーっと回って、でこっち側から帰ってくると、まあ、そんな予定で歩きたいと思います。いやー、なんかいいね、雰囲気あるね相当歴史があるコースだと思うんで。お、あら、これは綺麗だね。今回ね、まあ、こんな天気になっちゃいましたけど、まあ、梅雨時期なんかな、どこ行ったってこんな感じだし、まあ、とにかくね、僕は今日歩きたかったのは、理由がありましてね、
ちょうど一月ちょっと前に痛めた、右膝、しばらくね安静にしてたんですよ。でだいぶ状態が良くなったんで、先週尾瀬ヶ原を歩いてきました。それがリハビリ参考第1弾ね。で今回がリハビリ参考第2弾ということで、まあ尾瀬ヶ原歩きからちょうど1週間後なんですね。あのね、やっぱりね、痛めたら安静にすることがまず第一ですけど、まあそこから先は徐々に動かしていくしかないんで、やっぱりね、間を置いちゃうとどうしてもね、固まっちゃうんですよ。まあそんな感じでね、今日雨の中でもいいから、ということで、まあ伊豆半島まで来ちゃったんですけど、まあどうせ歩くんならね、今まで行ったことがないとこと、いうことで、まあ、伊豆自体はね、西伊豆の土肥あたりまでは行ったことあるんですけど、こっちの熱海から先っていうのは初めてでね、正直言うとね、非常にあの今日はワクワクしています。なんかこの辺はね、ちょっと御岳山っぽいような感じがしますね。天気はちょっと朝よりも、悪くなっちゃいましたね。ただ幸いね、まあ、こういう森の中歩いてるんで、風また雨の影響は直接受けないで済むので、まあ、そういうところはいいですね。おお、いやー、正直言ってきつかった。まあこんな天気ですからね。はーい、万次郎岳着きました。天気悪いのは分かってたけど、これは想像以上だね。台風並みだこれ。はい、こっからね、頂上の、万三郎岳70分だって。万三郎岳へ行って、まあ天気悪ければピストンで戻ってきます。天気がよくよくだけど、まあいい道ですよここ。あ、開けた。馬の背。おお、ここは高度感あるな。晴れてるね。まあ多分海の方が見えんだと思うんだけど、はい、馬の背のね、てっぺんにいますけど、これアセビのトンネルだって。ここより先アセビの群生によるトンネルを楽しむことができますって。でも時期が3月から5月だからね。まあその時期にね、来ようと思いますけど、まあ混むんだろうな。いやー、石のガレバが終わって平らになりました。
花立てって読むんだね。はい、ここまで来ましたね。万次郎岳からね、約 1.2 キロ歩いてきて、目的の万三郎岳まで 0.9 キロ35分ですね。一向にね、暴風は止む気配がないんですけど、まあこの中入っちゃえばね、大したことないんで。いや、それにしてもちょっとリハビリにはきついかもしれないね。今日はね、このカルピスラーメンの世話になってる。俺ぐらいの世代ってさ、なんかカルピスごちそうだったからさ、カルピスでついてると弱いんだよね。プラシーボ効果も入ってんかもしれないけど、元気になります。いや、幻想的。ちょっと寄り道。うわ、これはすごいのがあったよ。これ。うわ。なんか宿ってる感がすごい。いや、もう登りきつかった。半端に。はい。もう、ここか。おぉ。いや、もうちょっと、歓迎してくれてもいいんじゃないの、天気。はい。9時40分ですね。万三郎岳、天城山山頂です。まあ、これはね、一等山岳線ですね。万次郎岳の時もそうだけど、この万三郎の山頂、天城山の山頂もこんな雨風が半端じゃないんで、お湯沸かして食べようと思っていろいろ持ってきたんだけど、これちょっと無理ですね。いやー、まあ、パン1個食っただけで山頂おります。いやー、とにかく良かった。でもで、帰りはね、周回コースぐるっと時計回りに回って降りていきたいと思います。じゃあちょっとね、下りなんでカメラ止めます。万三郎岳下分岐点、はい。ここ三差路になってますね。帰りですから天城高原ゴルフ場の方、こっちですね。2時間コース帰ります。おい、分岐で、分岐だ分岐。あ、これが唐沢分岐点ね。はいはいはい、四つ島で戻ってまいりました。なかった。少し休憩。
はい、ということでございまして、じゃあこっから駐車場まで戻りましょう。なんだかさ、山登ってったっていうより山の中さまよってたっていうのが正直な感想なんですよね。やっと来た、やっと帰ってきた。お疲れでした。いやー、あら、道路乾いてる。はい、どうもお疲れ様でした。いつもあの終わりの挨拶を、まあ、登山口とか車のあたりで撮るんだけど、あれからね、ものすごい横槍の雨とね、暴風が吹いてきたんですよ。んで、まあ、これ外でちょっと、まあ、最後の挨拶撮れないなと思って、でね、もう僕ずっとね、下山中コーラ飲みたかったの。もう頭の中はコーラ一色だったんですよ、正直言って。でね、今麓のセブンイレブンまで降りてきて、まあ、コーラ飲みながら、まあ、ご挨拶しようと思って。でこれちなみにね、あのコンビニでほらロックアイス売ってるでしょ、これ100円かな。でこれを開けるじゃないですか。でこのコーラ、このコーラをね、ジョボ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 って、これね、まあ、泡こぼさないようにね、ギリギリまでね、目いっぱい入れてください。はい、それで、まあ、締めますよね。そうするとね、これコーラに対して、まあ、氷入れすぎじゃないかと思う人もいると思うんですけど、僕ね、正直言うとコーラ好きの割にはね、炭酸苦手なの。で水っていうかね、氷が溶けるんでコーラ薄まりますよね。そうするとね、ちょうど良くなるんですよ。僕みたいな人結構いるんじゃないかと思うんですけど、まあ、一応これでね、はい、いただきます。最高だね。はい、というわけでございましてね、今日のあの天城山ね、暴風の中登ってね、景観も風景も何もあったもんじゃなかったですよ、ただ、なんとかね、ぐるっと時計回りに回ってくることができました。今日もご視聴ありがとうございました。カパパでした。